オートボタニコディナポリナポリ植物園はナポリ大学の研究施設である。アルベールゴデイポーベリ近くに約15ヘクタールの広さの敷地にある。大学の自然科学部門の施設である。1806年から1815年のフランス領時代にナポリに多く作られた研究、教育施設の一つである。植物園は1810年に開園した。現代では 1> 約1万種の2万5千の植物が展示されている。一般公開されているが、厳密には公共の公園でなく、大学及びこの地区の高校の教育施設である。植物園は絶滅の危険のある種の保存の活動を行っている。人間に有用で、薬用となる可能性のある植物の研究を行って、原住民族による植物の利用などを研究する。 民族植物学部門もある。敷地内には5000平方メートルのメローラ温室と17世紀に建てられ最近復元されたキャッスルがある。キャッスルには講義室と展示室があり、民族植物学や植物の進化を展示する古生物学の展示室がある。ありがとうございます。